man. Nah. I'm still shaken up over it. Kind of heartbroken, you know? I mean, you're a kid. Shit, everyone under 35 is a kid to me. But all this... 外獣駆除を呼んだ？ねえ、私よ。あの連中、最初はおかしなアートでもしてるのかと思ったけど、間違いなく何か企んでる。みたいだね。まだいる？少し前までは。見逃すはずない。耳を探せばいいの。いいヒントだ。ねえ、私も仲間でしょ？手柄になったりする？タグは？スニッカードゥードル。本当に？いいえ、フェイスファックよ。ああ、え、マジで？スニッカードゥードルが本当。スニックと呼んで。長い話なの、聞かないで。いいね。Whatever. You shitting me? Yeah. それで、俺はバカだから、クッキーを全部食べて。Whatever. どうやら酔っ払うとシェイクスピアを引用するみたい。No lo sé. Vete a casa, pinche hacker. Oye, Etze, ¿qué haces aquí? オーディネイトアカデミーを探ってみた。奴らがデフォルトと繋がってるとは思えない。イメージを借りてるだけだ。レイは何か知ってるか？一切知らん。ああ、そうかよ。連中はフォロワーを勧誘してる。個人情報を集めてぶちまけるつもりだ。解放された人間の模範として利用するために。誰もが開かれた本であるなんてな、一握りの人間を公にさらしたところで実現するもんじゃない。やるならシリコンバレーを標的にすべきだ。正直、そのバカどもにはデフォルトのマスクがお似合いだな。奴らの集会場所だけど、スタジアムの近く、橋の南、あとサイロだ。ジョシュ。僕？見つけたんだろ。まあね。じゃあ、送るよ。サンキュー。Sorry.
カーが FBI のテロリスト対策に協力する時代なのでしょうか。サイバー攻撃が増加し、CTOS があらゆる街の機能に組み込まれる中、FBI は強硬手段に出始めています。議会報告によれば、FBI は権限を拡大し、ハッカーのスキルを利用しようとしています。また、犯罪の証拠がなくても、ハッカー及びハッカーグループを特定し、逮捕できるようにしたいと考えています。情報の自由を求める人々は、自由を脅かすと主張しています。オーディネイトアカデミーを覗いてる。思ったよりも小さいな。潰す方法を探す。そいつが聞きたかった。ネズミどもが集めてた入信者の集文は全部消した。ブツの隠し場所も突き止めた。台無しになったらさぞ残念だろうな。ああ悲劇だ。オーディネイトアカデミーの保管場所だ。ぶっ壊すぞ。あのクソマスクがなくなっちまえば最高だ。できるだけやるよ。ネズミは駆除したぞ、レイ。少なくともブツはな。尻尾は切り落としたが、完全なる透明性を掲げる連中は多い。すぐに新しい犠牲者を見つけるぞ。デッドセックに任せろ。